首相ティンダは、ロシア連邦アムール州北西部の都市である。ティンダは、アムール州北西部にある人口4万人弱の都市で、ある。シベリア開発のための開拓地を始まり都市、バム鉄道建設により発展した比較的新しい都市であり、アムール州と接するサハ共和国への陸路の玄関口である。スタノボイ山脈の広大な大河の森の中に位置しており、 全体が盆地上のなだらかな丘陵地となっている。平地は少ないため集合住宅などの家屋は坂に沿って建てられている。ティンダ市街地、ティンダ近郊の大河の森木材資源に恵まれているため、この地域では林業も盛んに行われており、多くは中華人民共和国や朝鮮民主主義、人民共和国から受け入れた労働者によって行われている。 主に原木のまま積み出しされ、製材加工はあまり行われていない。またこの町は東西に伸びるバム鉄道とシベリア鉄道から分岐する南からの視線の合流地点であり、少し東側からは北へ伸びるトンモートへの視線もあり、それら4方向への起点として重要な役割を果たしている。車両基地や整備工場、保線基地、 建設基地などの鉄道関連の職務に就く市民も多い。シベリアの他の都市と同様、冬の寒さは厳しく、12月と1月は平均最低気温が氷点下30度を下回る一方、6月末から7月初めにかけては平均気温が25度ほどになり、30度を超えることも珍しくない。歴史の浅い街であるため、観光地などはないが、 ロシア正教の教会が近年建てられた。また、ロシアの多くの都市がそうであるように、新年のクリスマスイベントに向けて、雪像などが作られたり、街路樹にイルミネーションが灯されたりしている。1917年に最初の開拓が行われ、この地域を流れる川から、ティンダと名付けられた。その後、1928年には、ロシアソビエト社会主義共和国により、 労働集落として認められた。その頃は人口の多くは役打つくまでの道路を通すための工事に従事していた。その後1975年11月14日にバム鉄道工事による人口増加に伴い市に格上げされた。バム鉄道完成後は人口減少を続けている。近代汽車西シベリアを南北に貫く道路 M-56 号が街を通っている。 この道路は、サハ共和国やツク市のレナ川対岸まで続く、幹線ではあるが、未補送区間も多く、夏場は、降雨の後は、ぬかるみがひどく通行に支障が出る場合も多い。冬場は凍結するが広大な樹氷の森の広がる、美しい景色の中を走ることができる。街の中心部には、新しいガソリンスタンドが一軒ある。その他車の整備のための設備もあり、 部品等も日本から直接買い入れた品物が流通している。この街も日本からの中古車が大変多い。航空関係では街の北方約2 0トルに2 0 0 0ル級の滑走路1本を持つティンダ空港が存在する。主に小型機で近隣各都市を結んでいる。前述の通り鉄道の要衝であるため広大な駅が作られている。 当駅始発モスクワ行きの直行列車があるほか、シベリア鉄道を経由で、州トブラゴベシチェンスクやハバロフスクなどに向かう列車や、当駅を経由して、ノボシビルスクと、サハ共和国ネリュングリを結ぶ列車などがある。バム鉄道を東へ向けて走る、長距離列車は、コムソモリスクナームーレ行の普通列車1本しかない。その他、本数は少ないが近郊へ向かうローカル列車が、 各方面に出発する。現在、ヤクーツクへ向けてのアムールヤクーツク鉄道を建設中であり、ティンダからネリュングリを経てトンモトまでは部分開通している。開通すれば、木材や石炭等の輸送力強化が期待できるが、レナガワカ等の難問もあり、具体的な全通の目途は立っていない。しかし当局は2013年に全通させる意向である。 世界の分水海湖の地域は、スタノボイ山脈の海抜500メートルほどの高地に位置している。町の中をゲトカン川とティンダ川が流れ、市街地の西側で合流した後、市街地の東側でギリュイ川と合流した後、南東方向に流れ、ゼア川に注ぎ、アムール川の支流の一部を形成している。この町から北に100キロメートルほどのアムール州と、 サハ共和国の境界となる地域には、北極海に注ぐレナ川の支流アルダン川の源流となる谷がいくつもあるため、その付近の山脈には分水海があるものと思われる。欠片の気候区分でアカンタイト気象雨気候に属する。ありがとうございます。